アマミノクロウサギ、アマミノクロウサギ、アマミアクロウサギ、ペンタリゴスファーナシーは、ウサギ形目ウサギかアマミノクロウサギ属に分類される、ウサギ。本種のみで、アマミノクロウサギ属を構成する。日本、アマミ大島、徳之島固有種、模式標本の産地、基準産地、タイプ産地、模式産地は、琉球諸島だが、アマミ大島と考えられている。 体長四十一点八から五十一センチメートル、尾長一点一から三点五センチメートル、体重一点三から二点七キログラム。全身は光沢のある長い体毛と柔らかく短い体毛で密に覆われる。背面は黒や暗褐色、腹面は灰褐色。目は小型、耳蓋も小型で耳長四点一から四点五センチメートル。 死は短く、特に後足は短い。あと足長8.5から9.2センチメートル。指跡には爪が発達し、穴を掘るのに適している。俗名ペンタリゴスは5つの葉のあるウサギの胃で模式標本となった個体の上顎球種が左右5本ずつしかなかった。ウサギが通常左右6本ずつことに由来する。本種も通常は上顎球種が左右6本ずつある。 椎骨の突起は水平方向に長い。出産直後の幼獣はほとんど体毛がなく、目も閉じている。種商業ファーナシーは、1896年に本種の模式標本となった個体を採集した WH ファーネスへの懸命。形態及び DNA による分子系統学的解析、生態から、ウサギ家内でも原始的形態を残した種と考えられている。 アモミ群島に本種のような原始的形態を残した依存種が分布する理由として、中心より南西諸島が台湾と陸図いだった際に侵入したが海水面の変動により当初に隔離されたことのウサギ族が侵入しなかったためと考えられている。山地や海岸の斜面にあるカシやスダジーからなる常緑公用樹林や虹林に生息する。 高齢樹林の内部や林園に、バスタヤと、ヤシ、林、沢などの疎開地が多い環境を好む。単独で生活するが、野生か及び飼育かでも一つの巣穴を複数個体が同時に利用した例がある。複数の鳴き声を発したり、講師で地面を叩くことから個体間でコミュニケーションを行うと考えられいる。オスは平均1.3から4ヘクタール、メスは 平均1から3ヘクタールの行動圏内で生活する。行動圏は、同性では重複しないが、オスの行動圏は、メスと重複する。渓流の周辺にある石や砂の上、林道などの一定の場所に封をする。夜行性で、昼間は斜面に掘ったアルファベットの L 字状の入り口が高さ10から20センチメートル、幅12から25センチメートル。 長さ三十から二百センチメートルのトンネルと、直径六十から百八十五センチメートルの落ち葉を、敷いた部屋からなる巣穴や、軌道や岩の隙間を拡張した入り口が高さ十五センチメートル、幅二十センチメートル巣穴などで休む。植生は、植物食で、ススキボタンボウフープヤセデナムジャポーニカムなどの、草本、甘草ギエゴノキなどの木と、杉みかんなどの樹皮、スダジリの果実。 タケノコなどを食べる。飼育下では主にイゲシオータニワタリサツマイモホソバワダンなどを食べ、サトウキビ春菊大根ホテイアオイの葉・ナシバナナリンゴの果実なども食べた例がある。捕食者はハブで外来種ではフイリマングース、野犬も挙げられる。繁殖様式は体制。直径10から20センチメートル、長さ100から200センチメートルに達する繁殖用の巣穴を掘る。 飼育下では4から5月と10から12月に1回に1頭の幼獣を産んだ例がある。野生個体を観察した結果でも、やはり春10年に3 131種とされる。一方で年間を通して、幼獣の糞が発見されていることから、終年繁殖している可能性もある。メスは、幼獣のいる巣穴に立ち寄って授乳し、授乳が終わると、巣穴の入り口を塞ぐ。幼獣は、生後、 約2ヶ月で、巣穴の外に出るようになる。飼育下での寿命は、約15年。幕末に、薩摩藩士、名古屋左元太が表した天見大島の父史、南東雑話には、大島との名で登場し、耳短くして、和のギと異なり猫に似ると説明されている。1920年までは、肉が食用とされたり、婦人病の薬になると信じられていた。 毛皮が不意語に利用されることもあった。農作物や植林された杉やヒノキを食害することもある。1950年代以降のパルプ材目的の森林伐採や道路建設、河川改修、琉球末の植林などによる生息地の破壊や分断化、交通事故、人為的に移入された野犬や野猫フィリマングースニル、発色などにより生息数は減少している。 2000年から環境省によって、フイリマングースの駆除事業が進められるようになり、フイリマングースの減少に伴い本種の生息数も回復傾向にあると推定れている。日本では1921年に国の天然記念物、1963年に特別天然記念物に指定されている。2004年に種の保存法により、国内気象野生動植物種に指定されている。 1995年に自然保護団体により、日本では初めて本種、天宮ましぎ大虎津組流ケースを原告とし、天宮大島でのゴルフ場建設の許可取り消しを求めた訴訟が鹿児島地方裁判所に提訴れた。原告を動物とすることは却下されたため、その後に動物の代弁として人名を挙げ訴状を訂正した。 1992から1994年の、分調査による奄美大島での分布域、生息数は334.7平方キロメートル、天見大島の四十七パーの 47%2500 から6、100匹。2002から2003年の奄美大島での生息数は2004、800頭と推定されている。前述のマングース駆除が走行し、二千十五年時点では、 奄美大島における個体数は1万5000から3万9000匹にまで回復したと推定されている。1992から1994年の分調査における徳之島の分布域、生息数は33平方キロメートル、徳之島の 13%120 から300頭と推定されている。2003から2004年における 徳之島の生息数は100の200匹と推定されている。日本では、鹿児島市ヒューガー動物公園が1984の1989年に11頭、3月下旬から5月に4頭、9から12月に7頭の飼育過繁殖に成功している。楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。